かった。おはようございます。 ETC のテストに向かいます。ETC がちゃんと動くかどうかのテストに向かいます。めちゃめちゃ暑いです。ください、この綺麗な大自然。大自然、そして綺麗に整地された田んぼ、お米ですね。すごいですよね。僕はこういうなんていうんですかね、田舎の道走るときにこの山のこの緑と緑のコントラストがものすごく好きで、誰が植えてくれたのかなーってすごく、昔の人が植えてくれたんだなーってものすごく感じます。はーい。そしてこの前まで参議院選挙で僕は参政党の党員で選挙活動をしてたんですけど、やはりこの日本の緑豊かな大自然、やっぱりこういう大自然、この山だったり木々がこう鬱蒼と生えてる山々、これがやっぱり水、僕らの生活用水、水をやっぱり水と関わってきてて、
この素晴らしい山が僕らの水を作ってくれてると。でこれが砂漠化してた時には水とも大水生活用水、僕らの飲み水だったりいろんな水が関わってきてると。でその水源がある山みたいなものが日本全国的に、まあフロント企業、フロントの会社はやはり日本の会社だったりするんですけど、そこの後ろに外国の資本が入ってたり、で水道が民営化になって、で日本の各地のその水源の上流だったりを、表は日本企業なん、日本の会社なんだけど、後ろで外国資本がお金を出して買われてたりしているという現状が今日本の各地で起こっているということです。ただまあお水はみんな、世界のみんな必要なんで、まあそういうことをしないで、まあ足りないところには分けてあげるという、なんと言いますか、日本人の心と言いますか、そういうふうにすれば、別にそのこそこそ買って水道民営化にして、それをまた商売につなげていくというようなこともしなくていいんじゃないのかなって僕は考えてるんですけど、個人的な意見です。はい、というふうにみんなこそこそせずに仲良くやったらいいんじゃないかなって思ってます。はい、お水っていうのは結局やっぱり循環してるものなんで、木がいっぱい生えた山とかそういうものが多分そういう良質なお水を育んでくれてると考えてますので、お水がないとこういうお米も作れないし、作物も作れないし、ものすごく大事なことだと考えてます。はい、まあそういうことにこう目を向けていくのがやっぱり政治なのかなって。まあ、自分のことは自分でできることは自分でやればいいんですけど、はい、僕が一人で声を上げてもこういう自然を育む活動なんかはやっぱりねできないんで、はい、で参議院選挙も終わって、一応参政党も国政政党になれて、議席も1議席取れて、たった1議席かって思う人もいるかもしれないですけど、全然参政党の1議席っていうのは大きな意味があって、参政党の活動自体がもう国民運動なんですよね。で世界でナショナリズムと言いまして、自分の国を大事にしよう、しましょうねって、で自分の国を大事にして自分たちの子供たちの未来も考えましょうねっていう、そのナショナリズムの活動がアメリカでもやっぱり大きくなってて、オランダも大きくなってて、オーストラリアもやっぱそうで、他の国、世界の国々もそのナショナリズムという動きで活動してる人たちが増えてます、ものすごく。なのでこの参政党の活動は議席が小さいとか、その新しい政党とかそういう意味合いじゃなくて、そんだけのことじゃなくて国民運動になっていく政党なんで、これは大きな大きな大きな一歩だと僕は感じておりまして、大満足しております。はい、それでバイクの動画にちょっと戻していくので、はい、参政党ファンでチャンネル登録してくれた方や、参議院選挙でいろいろうち僕の参政党動画を見てくれた人たちは、多分一時なんと言いますか、そのまあ、あれですね。はい、こんな感じです。宮崎都の城の大自然です。はい、自然っていうのはちょっとその数年じゃできないものなんで、やっぱり何十年何百年ってかかってできてるもんで、
まあ近代的なビルや建物なんかね、3ヶ月半年1年ぐらいあれば作れますけど、大自然っていうのはもう何百年何千年単位でできているものなんで、はい、だからやはり世界の人たちは欲しがるのかなっていう感じですね。はい、仲良くしましょうねって感じですね。はい、のテスト山の口インターから、はい、はい、いってらっしゃい。
ある神社です。違うな。失礼します。やごろうどん、山の口やごろうどん祭り。やごろうどんは早戸塚の首長。昔九州が青海道と言われた時代、南九州は日向と呼ばれていました。日向かな。昔からここに住んでいた人が早戸族です。奈良時代の初め、約1300年前頃、大和朝廷は養老立礼という法律を作って支配の強化を図り、全国の地方の政治をより細かく行っていこうと考えて、日向の国に薩摩と大隅の国を分治したのです。それまで首長は中心に強固な共同体を組織していた早戸にとっては、一人一人が完全に帳簿に登記され、中央から派遣された官僚に支配されることは大変な屈辱であり、一族としての今までのような土地の所有権または生活ができなくなると思い反抗したのです。養老4年、大隅、日向の早虎は中央から派遣された初代大隅国盛を殺害して何とか乱を起こしました。早虎軍は苦戦の連続で、圧倒的な兵力を持つ政府軍の前に力尽き、早虎たちの城は次々に落ちて大変痛ましいものとなりました。早虎族の統領、違うな、やごろうどんは、やごろうどんをはじめ犠牲になった1404名の早戸族のなんとか霊を恐れた大和朝廷は、全国で法政会、法相会を行わせました。法相会で早戸族の首棟棟梁かな、やごろうどんの大きな人形を作り、その霊をいさめるようになったのです。神仏習合の八幡信仰にあって、御神公祭の法相会、法政会が一体となって、その名残が現在南九州の八幡神社で行われる八五郎丼祭なるものなのです。だって、へえ、すげえ、すげえっすね。へえ、的の政、的の政八幡宮。祭神、沖永多良姫の御事、本田和慶の御事、玉依姫の御事。女の神様やね。美人やわな。大祭、中祭、小祭地。へえ、はい。とても大きな木があります。
ちょっとここは今通りすがりだったので改めて来たいと思います。はい、また改めて。はい、なんかここには超古代のペトログリフ、岩に刻まれた象形文字のようなアヒル草文字、あれ系のペトログリフが、世界的に有名なペトログリフがどこかにあるっていう話です。今度ゆっくり見に来ます。はーい、失礼します。ETC トライです。はい、イエーイ。おーい、無事積み込み終わりました。高千穂、めちゃ綺麗な、めちゃ綺麗な船です。はい。